して知られ、上村愛子や渡辺明人など、2018年時点で9人のオリンピック出場選手を輩出している。白馬村と小谷村に存在する唯一の高校である。最寄り駅は東日本旅客鉄道大井線白馬駅。文化祭は白馬岳ちなみ、白馬祭りという。寮の運営は白馬村と小谷村による一部事務組合。 白馬三六事務組合が行っている。1948年には、長野県大町北高等学校定時制、北城文校として、設置認可された。1949年、同定時制、上城文校を設置。1951年4月、北安住郡北城村、上城村、北小谷村、中土村、 南小谷村の五カ村の長野県白馬高等学校組合による定時制の組合率長野県白馬高等学校として北城村に独立開校した。1956年9月30日には北城村と上城村が合併して白馬村が発足したことで高校の所在地が白馬村となった。1963年4月1日には 県立に移管され、全日制の長野県白馬高等学校となった。1989年度の生徒数は約400人だったが、人口減少や少子化などが理由で、2004年度には約200人にまで落ち込んだ。2014年には、長野県教育委員会が白馬高校を分校化の検討対象としたが、地元は独立校としての存続を要望した。 普通科の庭園園と県外からの志願を可能にした国際観光課を新設することで独立校として存続することとなった。2016年度には全国から志願可能な国際観光課が新設された。2014年にロシアで開催された2014年ソチオ,オリンピックには白馬高校を在学中の山田優里が白馬高校卒業生の上村愛子。 渡辺明と、渡辺善と、西信之と、白馬高校に関連する人物が5人出場した。2015年度には、全校生徒の約1、4にあたる36人が、スキー部に所属していた。中央の、甲の字を、白馬三山が囲んでいる。甲の文字を取り巻く藍色は、姫川の清流を示し、六角形は、雪の結晶を表している。高尚な作者は、 松本登る。硬の作詞は藤沢古美。作曲は高木東6である。なお、実際の歌唱では2番は歌われず、1番の後に3番を歌う。ありがとうございます。